浅草サンバも終わり激辛グルメあみちゃんが誘ってくれたので、あれおるかな、あら入り口をって言うたもんな。激辛グルメ、あ、ちょっと待って写真撮ろう思って、写真アミちゃんが激辛グルメ誘ってくれたので、はい、行こう、ごめんごめん、行こう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 、どこ座る、これタバコ吸える、あ、どっち高いの、ムービー天井タバコ、あっちの方が、うん、飲み物買うてくるわ、飲み物、あ、もう買うたん、それ座って食べ、食べんと、それしんどいやろ、そのまま、あ、立って食べてた、待ちきれないから食べちゃったよ、そう、あと早めでも6時に言うたってあった、そうそうそう、前日とかに言うやいいのにやね、予定が分かんない、仕事帰りだったから、あ、そうな、うん、ちょっと待って、ビール買ってくるわ、うん、あれこれ全部食べ物のやつは食券買わんでええんだやろ、食券買う、食べ物のやつも、うん、ドリンクも食券、ドリンクは食券やね、うん、ドリンクは食券、でも一回ミント分からへんやろ、ちょっととりあえず飲み物買うわ、飲み物買ってくるわ、ちょっと待って、どこそこ、あそこ立って食べたやん、そこ立って食べとったやん、トイレの前にしゃあないから、トイレの前、え、ここでええやん、こう立って食べとったら、立って食べとったらええやん、これちょっと待ってよ、激辛グルメ、うん、激辛
ったからキワキワで。昨日の浅草サンバ。あ、そう。うん。あ、昨日だったの？うん。前から言ってた。そうそう、そのために体仕込んでんから。昼からやってるやろ。うち前に病院の帰りにね、ちょうど見えてから昼一人でご飯食べて帰った声なんで、だいぶ前やけどね、もう半年ぐらい前かな。激辛グルメに来てるの、 あの誘われて、アミちゃんって来い。あのさ、あれさ、私今日時間なかったけど、めっちゃもう期待取ったから時間なかったけどさ、柔軟体操してから表走ってんな。あ、やっぱり走った方がいいね、表ちょっとずつ。うん、どうも、なんかやっぱ全然ちゃうわ、中と表やったら。うん、そうそう、ただそれ言おうと思って。ただそれ、じゃあね。あ、それは無理無理、だって私無理、一人やとそこ走られへんのに、ずっと長いこと。うん、バイバイ。はーい。この人実業団やねん、あっちゃん。もっと陸上、陸上。うん、じゃあ次、何やったかな、あのティップネスの駅伝大会出んねんね、一緒に。いつ？10月の14日。え、じゃあ再来月だね。もう練習しようかとかんからね。走るのが一番痩せるね。過酷やけど、もちろん過酷やけどね。走っとかや、水泳やったら言うたら 1日2日言うたらやらしいけど、どうもないって言ったらおかしいけどさ、走るなんか過酷やろ。考えてみて思わへん、走るって何もなしで、水があるとかさ、ボールがあるとちゃうやんか。だから苦しいと思う。だから毎日やっとかんとあかんと思うよね、多分。やろ、そこおったら、うん、あ、持ってくの？持っていく、持っていく、ついてくるわ。朝行くかな。スイカのやつのどこにあるの？スイカのやつ。スイカのやつ。鉄塔に抜け返となります。ご賞味やスイカは各店舗でのご生産となります。ああ、これはスイカ使われへんねんね。あ、まあ、店舗のこれ。あ、店舗やったら飲み物も買えるの？ご飯も買えます。あ、スイカで。チャージもこれできないので、ご賞味お願いします。はい。特権の払い戻しできませんので、ご賞味お願いします。あ、中でこれスイカがあったらあそこで買わんでいいねんって。スイカがあったらあそこで買わんでいいねんって。あそこ置いていくわ。じゃあ落ちないのが大丈夫。何買ってくるの？
一回見てから多分あれおるもんかなと思うけど。めっちゃ並んでんね。急に並び出したね。うん、その方がいいよ。さっき買ってる方が。あ、そっか、私が行ったらこれ分かんないやろ。忘れてた。よいしょ。あれ、まあホルモンとかあったと思う。なかったな。